はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、ザ・フォレストね、今回もやっていきたいと思いますけどもね、もうね、ちょっと今画面のね、両端にチラチラもう見えてると思うんですけどもね、行きますよ行きますよ行きますよ。じゃーん、じゃ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 ーんと、はい、こんな感じでご覧ください。ですね、ちょっと前回からですね、ちょっと裏作業をねめちゃくちゃ頑張って、拠点はね、こんな感じしました。うん。これね、めちゃくちゃ大変。ちょっと見てみます？めちゃくちゃ大変だった。これ、全部で一人で作ったんですよ。ずーっと行きましょうかね。ほらほらほら。これ柵をね、こんな感じでずーっと張り巡らしてね。うん。こう。そう。で、ここのね、場所って、後ろにね、海があるじゃないですか。こっち側ね。そう。だから、まあ、このね、海のところは、ま、いいとしてってことで、こんな風にね、囲いました。で、向こうのね、その、なんていうかな、この、崖というかね、ここもつく、まあ、その、生かしてってことでね。で、ここは閉じてっていう風ですね。こんな風にしました。はい。でね、これがですね、ちょっと待ってくださいよ。これがね、どれだったかな？これか。このね、防御の、これ。ね、これ防御壁っていうのね、これめちゃくちゃ大変で、これね、まさにね、この見た目の数だけ、この丸太がいるんですよ。だから、めちゃくちゃね、木をね、たくさん切ってっていうのでね、これ今ね、ちょっともう一回見ましょうかね。今何日まで行っちゃったかっていうとね、ほら、もう21日なんですよ。確か前回の時って、5日目か6日目かなんかすんぐらいでしたよね。うん。まあね、やりました。で、まあそのおかげでっていうかね、まあこんなのもね、作って、これ、見てください、これね。はい。これはね、何かっていうと、これどれだったかな。これだ。これ。大きな人型。うん。なんですけど、まあ実はね、これをね、見てわかるように、ミュータントもね、もうボコボコにしまくってます。もう何体倒したのかみたいな感じで。ああ、やってます。ちょっと行きましょうかね、ルームツアーね。で、食料もこんな感じで、もう超盤石。もう全然大丈夫。もうね、申し訳ないけど、亀がね、超ね、いい食料供給源になってて、こんな感じ。で、水もね、なんだかんだで、もう全然大丈夫でしょ？で、ここにね、まだまだね、これ拠点をね、拡張しようと思ってるので、こんな感じで丸太のね、資材も集めておきました。もうこれをもう超大変だった、これ。こんなに今集まってます。うん。で、今ね、こう登ってる、ここね。こう登ってきて、こう上からね、こんな風にしてみて、あ、ほら、いる。奴らがいますよ。うん。ほら、めっちゃいるでしょ？そうでね、この作業をね、やってるね、この20日間、まあ20日間ですよね。で、いろんなことがね、分かってきて、うん。まだね、始めてすぐのね、3日目、4日目の時、全然分かってなかったことがいろいろ分かってきたんで、ちょっと今回はね、そのお話をしながら、あとね、できたら、ね、拠点をね、少しね、これを使ってね、拡張しようかなっていうことで、ちょっとやっていきましょうかね。うん。でね、まずなんですけども、分かったことその1。これじゃないな。これでいきましょうかね。分かったことその1。まあ、これね、アイテムですよね。これ武器とかっていうのは、まあ、例えばこれでいきましょうか。うん、これ、斧ですよね。これって、こんな風にアップグレードができるんですけど、これをよく見るとね、ちょっと今カーソルをここから動かしちゃうとこれ消えちゃうからこのままにしとくんですけども、例えばね、上から3つ目のプラスダメージスピードってあるじゃないですか。で、これに、このね、樹液と、それからこれですよね。この歯は、ミュータント倒すと手に入るんだけども、それをね、使うと、ダメージとスピードが上がりますよって、なんかそういうことみたいなんですよね。うん。ちょっとやってみます？これと、これ、ほら、来た。うん。で、今ね、ここの、ですね。これ今ね、スピードダメージブロックっていうね、あのステータスがあるんだけども、この数値がね、どんどん上がっていくんですよ。ただ、これどうもね、限界もあるみたいで、例えばこれいきますね。これで、ですね、これも同じようにちょっとやってみようかな。これと、これ、あ、来た。
あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。で、スピード武器ってありますよね。これ、羽と、これなんだよな。あ、来た。あれ、限界ないのか？限界ないならガンガン行きたいぞ。ちょっと待って。これとこれ。例えばね、じゃあ、こっち行こうかな。成功なコンボでダメージを上げたいですよね。ダメージは、これと、これ。あ、ほら。ほら、ダメでしょ？アルコールと、プラスダメージ武器なんだけど、アルコールとこれ樹液ってやっても、ほら、できないんですよね。これ多分ね、上限もあるような気がするんだよな。で、スピード武器、羽ですよね。ほら。なんかね、多分ね、上限もある気がする。これはどうだ？ほら。でしょ？これさっきできたのに、これできないんですよね。うん。っていうこと。それから、これ水筒も作りました。皮を使ってね。うん。で、これなんかも、そうですね。これもね、こんな風にはできないし、まあ、いろいろなんか組み合わせがあるんですよね。うん。とにかくこの歯がすごく貴重で、歯があると、ダメージもスピードもね、アップするっていうので、だから、結局ね、ミュータントを倒しまくって、うん、逃げてばっかじゃなくてね、倒して、こういうね、素材を手に入れなきゃいけないっていうこと。で、それで武器が強くなってくって感じですね。まあ、とにかくですね、ミュータントを見たら、できるなら倒した方がいいってことは分かった。ただ、有利不利な状況をね、ちゃんと理解してやらないと、うん、不利なところでね、まあ、今これスロープレイでやってるんでね。例えばミュータントがもう5対6体ってきたら、まあ、絶対勝てないんで、そういうところだけはですね、見極めないと、っていう感じ。うん。でね、ミュータントが、もうね、日を追うごとに数が増えてるし、それがね、強くなってるのは間違いない。うん。これどうやらそういうゲームみたい。だから、のんびりしてると、のんびりしてね、なんかこう、日にちばっかりどん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 過ぎちゃうと、どん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 ね、相手が強くなってってっていう風だから、あんまりね、ゆっくりもしてられないってことも分かった。とはいえね、とはいえ、と言いながら、こんなことやってたんですけどもね。そう。ってな感じですね。まあ、他にもね、いっぱいね、気づいたことあるんですが、またね、それが関係するね、場面が来たらですね、その話をしながらね、やっていこうかなと思います。よし、じゃあ、ちょっと一旦ね、こっちの方行ってみようかな。待てよ。こっちの飛行機の方行きましょうかね。ミュータントが、一人二人とかで来てくれたら一番いいんだけどな。でね、こう昼も夜もね、なんか関係なくっていう気もしないでもないんだけど、やっぱりね、昼間の方が安全度は高いと思う。見晴らしがいいから。うん。あ、あとね、こういう、あ、ほらほらほら、今ちょうど、ほら、これ罠をね、作ったんですよ。で、ほら、トカゲが捕まった、やった。おりゃ、おりゃ。うい。ね、これ皮はね、使いますからね。うん。で、これ罠ね、仕掛けたら、こう取るでしょ？で、これもう一回ね、枝を使って、はい、こんな風にね、仕掛けをね、やってあげるとって感じ。で、ウサギとかもね、捕まりますね。よし。で、ここですよね。これ、ちょっと待てよ。これが、よいしょ、よいしょ、よいしょ、判定が、来た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 。そう。で、相変わらずこれは、湧き直してくれるからありがたいんだけど、うん。ああ、なにこれジュースが、宙に浮いている。で、この食べちゃおう。これ飲むか。よっしゃ。こうアルコールがね、超ありがたい。アルコールをここでね、ゲットしていくって感じ。ですかね。よっしゃー。で、魚もね、ここにいるでしょ？そう。で、こういうとこでね。まあ、魚でも、ちょっと今もう、いらないから、いいや。っていう風ですね。でね、あとですね、若干ね、気づいた方もいるかもしれないですけど、若干ですね、このね、今ね、画面のね、
なんか風合いというか、見た目が若干ちょっと変わってると思うんですけど、そうなんです。ちょっとナイスなことを教えていただいて、あのね、前回ね、言ったね、あれ洞窟とか真っ暗で全然わかんなかったじゃないですか。で、それがですね、ちょっと見ましょうかね。このオプションの、ここは、まあそんな大して変わらないんですけど、これね、明るさのところね、これじゃなくってね、このグラフィックの、これ、ここ。カラーコレクションっていうところの、これをですね、これが、確かね、多分デフォルトはね、このオリジナルってなってるんですよ。ちょっと戻ってみましょうか、一回これでね。ほら、色味が変わったの分かりますかね？ちょっと若干、なんか青っぽくなりましたよね。そう。これじゃなくて、これをですね、このテキサスっていうのにすると、これ。明るくなるんですよね、ほら。わかるかな？ちょっとぼやっとしていますが、この方がね、夜になってもね、明るくて、活動しやすかったので、ちょっとこれで行きたいと思います。で、試しにね、洞窟も行ってみたんだけど、全然ね、視認性が違ってね、めちゃくちゃわかりやすかったから、これで行きたいと思います。はい。よし、このとこかな。あ、そうそう。で、この丸太をね、じゃあこんなたくさんね、集めるとどうしたかって言ったらですけども、このあの、丸太をですね、まあ、刈りまくるんですよ、とにかく。うん。刈りまくるんだけど、こういうとこでね。ちょっとやりましょうかね、一回ね。ちょっと周り見ながらね。うん。来るかもしれないから、奴らがね。はい、これで今、木をね、こう、倒しますよね。で、これ運ぶときって、これ2本までしか持てないんですよ。ほら、持てないでしょ？なんだけど、これです。これ。これがね、ちょっと待って、中でやろう。あれがね、何かっていうと、これですね。この木ぞりってやつですね。木のそり。これをね、作ったんですね。うん。これね。で、これがめっちゃ便利で、これね、こうやって運べるんですよ。まあ、今ここでやったら意味がないんだけど、こんな感じ。ほら。そう。ちょっと行きましょうか。これをこう持って。こうですよね。こうしてって、こうダッシュもできるんだけど。そう。で、これで、丸太を、まあ、伐採して、おお、びっくりした。で、ここにこう積んで、結構ね、運べます。結構な数。で、こうずーっとこう運んできて、で、こう止めるでしょ？で、こっからは、中に運び込んで、こうやって、おっちらほっちら運び込んで、で、ここに、こう、ポイポイと。そうそう、こういう感じ。これをね、ひたすら繰り返す。うん。まあ、これ、マルチでね、プレイすればね、まあ、役割分担もできるんでしょうけど、まあ、これ今一人でやってるんでね。そう、こんな感じでね、もう向こうの方と、この辺はね、もうね、ほとんどね、刈り尽くしましたね。うん。で、これ確かに石とかもね、運べるんじゃなかったかな？ほら、石も運べますよね。ですね。っていう感じ。だから、これを使ってね、やると、めっちゃ効率が上がったって話ですね。よし。さあ、じゃあ、これ、せっかくなんでね、ちょっと拠点をね、ここ作っていこうかなと思ってね。うん。でね、この話も、まあ、あれなんですけど、これね、多分、この島なのかな、これ。うん。ここって、多分ね、もっともっとね、遠出して探索しなきゃいけないんですよ。そう。だから、多分ね、この場所にあんまりね、そのいかつい拠点をね、まあ、作っても作らなくても、どっちでもいいのかなって気はね、実はしてるんですよね、実際問題ね。うん。まあ、とはいえね、ちょっと一旦ね、拠点作ってみたいので、そう。やってみたいからやってみるって感じ。で、もしなんなら、またね、第2拠点、第3拠点、第4拠点って、まあ、どんどんやればいいかなと思ってるんで、とりあえずね、ちょっとここで一旦やってみましょうか。どうしようかな。この辺りから行きますかね。でね、これもですね、この、よく見たらですね、このカスタムビル、まあ、カスタムビルドかな。これカスタムっていうのは、自分のね、好きなように、まあ、ゲームで例えるならば、何がいいか分かんないんだけど、
その出来合いのものじゃなくて、自分でね、壁張って、何してみたいな風に作れるものっていうのと、あとですね、こういう風にね、最初からこう出来合いのもの、これをやったら82個ね、あの木がいるんだけども、こういうね、家をボーンと作ってくれるっていうものとかね、こういう感じね、こういう感じね。うん。とあるんだけど、とりあえずね、どうしようかな。ちょっとまず一旦これでいきますか。っていうか、まあ、暗くなっちゃったな。寝るか。あ、まだ寝れないですね。まあいい、明かりだけつけていくか。うん。ちょっと寒くて震えてましたね、今ね。はーい、夜になっちゃった。どうです？ちょっと若干見やすくない？今までよりもね。あー、もう最悪だな。雨降ってきたし、夜だし。ちょっと温まるか。ね、で、結構ね、こうやって雨降ってくれるからね、もう水もね、もう全然大丈夫。まあ、水筒も一応持ってるんですけど、もうここでね、やりくりできちゃう。あー、寒い。いやー、これね、ミュータントとか全然いなければね、うん、なんか楽しいね、あの、サバイバル生活というかね、うん、なんかこう、キャンプファイヤーみたいな感じで、っていうか、息子を探しに行くっていうことをすっかり忘れてましたけどもね、うん。なんか、ね、お父さん一人で、自分のね、自分だけの、あの、居心地のいい場所みたいな感じで作っちゃってますけど。うん。ミュータントいないな。ちょうどあれだな、いないな。遠くの方からね、とかね、うーとかね、声もね、聞こえてくるんですけどね。いないっすね。いや、でもね、いるときはめちゃくちゃいるんだよな。結構ね、いろんな種類のやつを見たんだけど、なんかとんでもないバゲモンみたいなやつもいたんですよね。うん。あ、雨止んだから、ちょっとちょっかい出しに行ってみるか。まだ寝れないもんな。ちょっと行ってみます？チラチラチラ。ちょっと見に行くか。今日ね、建築やろうと思ったんだけどね、ちょっとまあいいや。建築はすいません。また次回やります。うわー、怖いねー。いや、でもねー。なんだこの静けさは。全然いないなー。逆に怖いですよね。そうですよね。まあだからね、生活基盤がまあ整ってきたんで、ちょっとあれなんだよな、前回行ったね、あの洞窟の方とかを、ちょっともう一回ね、まあ逃げ帰ってきちゃったからね、あっちの方とかもう一回しっかり、また見に行かなきゃいけない。ほらね、あの作り途中のものもあるしね。あ、来た。ほら。いた。やばいか、複数人か。明かり持ってるぞ、あいつ。やばい、複数人だ。やばい。これね、やばい、めっちゃいる。めっちゃいる。やばい、逃げろ。来たよ。ほら。3人いるな。うわー、来た。ちょっと待って。これね、弓を作ったの、弓。で、弓でね、火の。いきますよ、これで行ってみるか。ほら、ちょ、止まれ。ほら、あー、そこに当たるのかいな。すんごい。やばい、仲間を呼ぶな、お前。ほら。あれ、当たってないな。ちょっとね、弓がね、弓があんまりまだ慣れてないんだよ。やってる。ほら。あー、はい、来たー。燃えろ。あ、いいね。めっちゃいい。めっちゃ燃えてる。あ、
もうちょい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 もう一回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 、おら、なんだ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 、ほら当たった、あー破壊された、お前やりやがったな、お前お前やりやがったな、お前これ強いね、弓弓めっちゃ強いじゃん、あーはははは、破壊されたよ、ちょっと待って、ほらほら、あ骨がねもう手に入ってる、これをね持って帰って、やばいやばいやばい、ちょっと今突破されて突破されてる、まずい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 ぞ、これまずいぞ。ちょっと待って、ここ急いで、先にまず、やばいやばい、直さなきゃ直さなきゃ。なんだったっけな、なんだったっけな、なんだったっけな。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、これ危ない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 。待って待って待って。扉扉扉扉。これだ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 。おお、びっくりした。お前どっから入ってきたんだ、お前ほら危ない危ない、これ弓には強えわ、こりゃあはは、逃げてった、でこれをちょっと急いで、やばい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 、忙しい忙しい、やばい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 、そうだよな、突破されちゃうんだよな、これ破壊されちゃうっていう、来た、よし治った、よしこれでとりあえず OK で、どこで声がしてるんだ、ここか、お前か、ほら、逃げるだ、あーくそ逃げられたな、追いかけるか、まあいいか、いやーこんな感じですよ、まあでもね今ねいた敵はミュータントは多分そんな強いやつじゃない、あれ？もう一体どこで倒したっけな？あ、いた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 。これね、回収できるものは回収したいんだよな。OK？ これ何？これ明かりがついてんだよね、これ。ちょっと待ってよ。これを、これに持ち帰って、この人をね、そう、倒したやつはここに持ち込んで、これこれこれ。で、これね、解体して、そう、これ解体すると、腕とね、頭と足が手に入るんですよ、こうやってね。で、これは、食料にもなるしって感じ。うん。よっしゃー。で、じゃあ、で、ここにね、頭とかね、こんな風にね、食料にもなるんでね。まあ、いらないっすけどね。これね、これが食料でどういう感じなんて、どんな話だって話ですね。ほらほらほら。うん。で、もし、それでいらないんだったら、これをですね、まあ、ここに燃やしちゃえばいいってことですよね。これ、手に入らないのかな、この。あー、しまった。しまった。暖炉壊しちゃった。これ、光ってるやつ欲しいな、これ。ダメか。ダメみたいですね。よっしゃ、新しいの作り直した。で、これを、こうですね、くべて、まあ、骨にすると。いう感じですね。まあ、これも、もういいや。もう全部燃やしちゃえ。うらやって。これいいなぁ。この光ってるやつね。これ、欲しかったな。そう、こんな感じで、今ね、歯が手に入ったかな。ちょっと覚えがないけど。こういうふうですね。で、これが、まあそういうふうにね、倒してね、切り取った頭とか足がこんなふうについてるよって話。うん。あ、まだ向こうにいるな。めっちゃいるな、向こうに。あ、来た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 。やば、また来た。そこになんかこっち見てる。ほら。ほら当たった、うわ燃えてる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 、ういうい苦しめ苦しめ、ほら
ちょ待て、なんかやってるやついるね。またこっちからも実はね出れるんですよね。あ、逃げてったな、あの黒焦げのやつ。よし、これ2人ならなんとかなる。ほら見た、今ステップ踏んで避けてるんだけど、こいつらめっちゃ賢くなってる。あ、歯が落ちた。はいはい、おい、歯が落ちた。はい、あ、ちょ待って、うわ、また来てる。まあ、さっきのやつか。やばい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 、ちょっと待って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 、慌てんな慌てんな慌てんな。薬を飲みますよと。おお、ほら、ダチルやばい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 よやばい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 よ。ちょ待って、こっちの武器の方がいい、こっちの武器の方がいい。もうぶなー、やべえ、またやってるまたやってる。お前、おい、お前、まあ、それ壊すんじゃねえよお前。おらおらおら、トゥアうわ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 、おいおい、さあどっちが先に死ぬかな。一発食らったら死んじゃう。やばい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 、さすがに危ない、さすがに危ない。逃げるな逃げるな、お前逃げるな。おい、やろうぜやろうぜ、呼ぶな仲間を呼ぶな。おら、あははは、あぶなかったな。めっちゃめっちゃ湧いてきた。くそー、これあれだな、拠点の防御がまだ甘いってことか。それが露呈されましたね。ほらもうボロボロになってる。これもゲットしてと。てか今勝手に入ってきましたねこっちね。よし、これはまたやり直しだな。ちょっとここの防御をもう一回考え直そう。うん、いいシミュレーションになりましたね。結局このトゲトゲのやつですよね。このトゲトゲのやつ、これこれこれ、防御壁のスパイク、これがあるところは今のさっきの挙動を見る限り来てなかったですもんね。でこのない、ここだけをやってきたからだよな。これちょっと考えなきゃな。ここをこんな感じで突破されちゃうから、ですね、ちょっと待って、これをやり直した。よし、こんな感じにして、ここね二重にしました。これを突破されてもここにもう一個あるみたいな、こういう感じにしておくか。それかあれだよな、自分の出入り口は別にするかっていう話だけど、あんまり複雑にしちゃうと出入りがめんどくさいから、まあとりあえずこれで様子見るかですね。でこれまたこの周りにもこれつけた方がいいよな、これね。これをまあいいか、こんな感じで、こう二重に分厚くすればいいですよね。ちょっとこれでやってみよう。ダメだ。今ね、こうやってやったら、これね、こっちからはね、こう入れるんだけど、こっちから出れなくなっちゃった。ほらほら。逆にすればいいのか、そういう理屈でね。中から出れるけど、外から出れない。まあでもややこしいな。どっちにしてもちょっとこれ今出入りができないから、これどうしよっかな。これだけ壊すか。よし、ちょっとね不格好だけどこんな感じでやり直してみました。でこの扉の
この今のね、この扉の前にも、この柱を置いて、で、これをね、トゲトゲのやつをちょっとこんな風にすれば、若干これ引っかかってくれるんじゃないかなっていう感じですかね。うん。材料あったかな？木の棒と、石。よっしゃ。うん、こんな感じ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 。多少マシじゃない？これで。うん。よし、これでいこう。ちょっと改良。ですね。うん。まあ、あとね、ここはね、ちょっとまた後でやっておきたいと思います。で、こう中入って、こう中のこれ、直さなきゃいけないな。うん。こんな感じですね。どうかな？向こうの、向こうの入り口のところをまた攻めてくるんなら、こっから撃ちにくいっちゃ撃ちにくいけど。そうですね。だからやっぱこっち側にも、ちょっと櫓的なものをね、ここ上ね、上げてやりたいですね。いやーでも今のね、補修だけでほら、これわかるかな？丸太もうめっちゃ使ってるほら。でしょ？また丸太めっちゃ集めなきゃいけないな。うん。ですかね。よし！じゃあね、まあ今回はね、じゃあここまでにしたいと思います。じゃあね、次回は、そうだな。ちょっとまあ拠点のね、なんとかしたいっていうことあるけど、あれですよね。前回行ったね、洞窟の方のところに行って、もう一回見に行ったりとかもしたいですよね。うん。ですね。はい。まあやることはね、たくさんあるんですけどもね、ゆっくりやっていきたいと思います。というわけでございましてね、今回ここまでとなります。それじゃあまたね、次の動画で、お会いしましょう。